さて、今日は、えー、梅雨の合間に、えー、梅雨の中休みですね久しぶりに雨がやんだのでちょっと山に入ってきました最近ですねいろいろな方の、えー、ご支援をいただいていまして、えー、山暮らし田舎暮らしをしながらも、えー、本当に素晴らしい食事最近海鮮が続いてましたけどね やはり日頃の生活の中で欠かせないといえばティータイムコーヒータイムではないでしょうか、えー、素晴らしいコーヒーの時間をということで、えー、今回ですねいただいたものはこちらですコーヒーサワヤサワヤコーヒー これ非常に、あのー、本当にあの手作業とかで、えー、されてるんですかねこだわりのコーヒーということで有名でもう3代ぐらい続いてるのかな、はい、いいコーヒーを最高のこの森という環境でいただく、えー、やってみたいと思いますがやはりこの梅雨時ですねこのもう完全に雨のあとで え枯葉とかまあこういった普段だったらすぐにでももう天然の着火剤と言えるだろうこの杉の枯葉もですねえ湿っていて月が非常に良くないんですねまあなのでちょっといろいろと工夫しながらえやっていきたいと思います少し乾かしてえ今日ね久しぶりに梅雨の晴れ間がありましたのでそれでちょっと乾かした枯葉がありますから まあそれをベースとして火を起こしておいしいコーヒーをいただきたいと思います。 やはり梅雨時に火を起こしてお湯を沸かすという簡単なことでさえ梅雨時は難しいですね、非常に湿ってますんでね、さあそれでは美味しいコーヒーをいただきましょう。 コーヒーさわやのモカブレンドをいただいています。ああ美味しいな。うん、すごいまろやかで飲みやすいですね。はあ、癒されるわ。コーヒーのお供は。 千葉の磯屋和菓子だけじゃなく洋菓子もやってる磯屋さんのパリジャンをいただきますいただきます 美味しい中のくるみとこのなんて言うんですかキャラメルっていうんですかねおいしいですねコーヒーに合います梅雨時ってあの去年は去年の6月は去年の梅雨時はですねイギリスにいたので。 あのー、日本みたいな梅雨っていうのは気候は体験しなかったんですけど改めて日本の梅雨を、えー、の期間にいてですねやっぱり雨が続くとまたこの田舎の方ですとねやることがやっぱりちょっと限られてきたりずっと家の中にいてインターネットやってって、うん、動画作ったりとか。 やっっぱちょっとね心身ともにすごくこうストレスが溜まってくるというか、うん、なので、まあ、ちょっとこう雨が上がってですね晴れ間が出た今日はあ思い切って、まあ、非常に火をつけるのも大変だというのは想像してたんですけどあ山に入って美味しいコーヒーを飲んで、うんまあ、いい運動にもなりますしね。 あのー、非常にこう心身ともにリフレッシュしていいです、まあ、やっぱり晴れてる時にどれ,どれだけその草をですねあのこの期間に関して言うならば晴れてる時にどれだけ枯れ葉を乾いた状態でキープして用意しているかっていうのは結構重要ですね、はいまあ、山とともに暮らす森とともに暮らすためには、うん、先々を考えて、えー、プランもね練っていかないと なかなか苦労しますね。いやー。美味しい、至福の時です。